皆さんこんにちは、ライノベーションの森です。伊藤です。今回はなんともうすぐプラモデルが発売されるトリケラトプスについて紹介していきます。トリケラトプスって言えば植物食恐竜の中でもティラノサウルスと対をなす存在ですよね。そうですね、お顔にある3本の角が凛々しいですよね。名前の由来も古代ギリシャ語で3つの角を持つ顔って意味から来ています。そのまんまじゃん。うん。この角が特徴的なトリケラトプスの仲間たちは角竜って呼ばれてます。なんかみんなそれぞれ派手でいいですよね、角竜ってね。トリケラトプスはこの角竜の中の比較的頭の後ろの部分の骨が大きいグループの方に分けられてます。トリケラトプスの化石は北アメリカにある白亜紀の終わり頃の地層から見つかっています。ティラノサウルスの化石もだいたい同じ地層から見つかってるんで、一緒にいる復元図とかよくあるよね。こうあるね。うん。一番全身の骨が揃ってる個体のサイズは 7.6 メートルくらいなので、だいたいサッカーゴールと同じサイズですね。なんか縦列駐車してるんだよな。しかも頭だけでも 2.5 メートルもあるのもいるので、うん、まあ、大きな個体の全長は約9メートルにも達したかもしれないって考えられてます。いやー、なんかこう頭にステータス振りすぎてるところすごいいいですよね。私好きです。そうですね、うん、あと奈良の大仏の手のひらの大きさが約 2.5 メートルらしいので、だいたいそれとも同じくらいですね。でけえんだよな。うん、ちなみに耳の長さも約 2.5 メートルです。耳も？はい、副耳なんで。おー。で、この頭の中でもひときわ大きな骨がこの後頭部にあるフリルって呼ばれてる部分ですね。フリルって聞くと可愛い感じがするけど、まあ洋服のフリルとかと違って動物の体の構造なんですよね。そうですね、トリケラトプスのフリルは襟飾りのことで、いくつかの骨がくっついてできてます。大型角竜の仲間はほぼ全員このフリルが発達してるんですけど、トリケラトプスはその中でも比較的シンプルな装飾になってますね。もうこれ顔だけでボール全部弾けますよね。はい。絶対入らないですね。あとは大型角竜では前の方にある首の骨ががっちりつながってたり、その首とつながる部分の頭の骨の出っ張りがすごいでかくなってたりしますね。さすがやっぱ頭が 2.5 メートルとかあると首もゴリゴリになるよね。なるよね。あとは角竜は歯もすごく特徴的です。例えばこれはトリケラトプスの仲間の歯なんですけど、なかなか集合してますよね。あ、そういえばあなた集合体恐怖症だったもんね。そうなんですよ。この一つ一つの歯が重なって層になった構造はデンタルバッテリーって呼ばれてます。絶対にデンタルフロス通らなそう。実はですね、フロスする必要はないんですよ。え、マジで？私たち哺乳類と違って恐竜は他の爬虫類みたいに歯がどんどん生え変わり続けていたと考えられているので、虫歯を気にせずに食べまくれたと思います。なるほど。あれ、このなんかデンタルバッテリーってどっかで聞いたことあるんですけど。そうなんですよ、実は同じ時代にいたハドロサウルス類っていう別の植物食恐竜も同じような歯の構造を持ってるんですよね。ただ角竜の歯はハドロサウルス類と若干違ってて、歯の根っこが二股に分かれてて、その股の下に次の歯が準備してるっていう感じです。おー、なるほど。私もそうならないかな。歯がめっちゃ生えてくるの面白いですよね。まあ怖いけど便利そうだね。うん、便利そう。だいたい大まかな特徴は分かったんですけど、骨だけ見てトリケラトプスってどうやったら分かるのか知りたいなって。いろいろあるんですけど、まずはフリルが全体的に短くて穴がないです。ほう。で、フリルの真ん中を締める骨の縁のトゲトゲの数も5から7個と少なめで、フリルの横の部分の骨は割と平らな構造をしてますね。なるほど、穴がないんですね。穴ないのは分かりやすいですよね。あとはトリケラトプスの中での種の違いみたいな話にもなるんですけど、昔は10種類以上に分けられてたんですけど、現在は整理されて2種類になってます。あー、このホリルスとプロルススの2種。はい、
角の長さとか口先の骨の形とか細かな違いがあって2種に分かれてるんですけど、実際この2つの種の化石は約6800万年前から6600万年前の間の地層からとにかくたくさん発見されてます。どっちかっていうとホリウスの方が古くてプロルススが新しいとされてますが、両方の特徴を持つような個体も発見されてるので、もしかしたら時間を追うごとに徐々に形が変化していったっていう可能性もありますね。200万年あれば変わってもおかしくないですもんね。ですね。皆さんもぜひ博物館で細かい部分まで観察してみてください。この動画を見ても歯磨きはサボらないようにしてください。